アルカリフィルストランスバーレンシスは、グラム陽性、嫌気性の新生細菌で、2008年現在、知られている中では、最も pH の高い環境を好む生物である。系統的にクラストリジウムに近縁なため、深い地下から発見されたこと、強いアルカリ環境を好むことを除けば、クラストリジウムによく似ている。 まっすぐ、またはわずかに湾曲した3から6マイクロメートルほどの肝金であり、しばしば筋体の片側に画法を伴う膨らみを持ったマッチ棒型を示す。弁毛を持ち運動性がある。嫌気条件下で酵母エキスやペプトンなどを主体とした培地状で増殖する。発見されたのは、 南アフリカトランスバールにある近郊の地下3200メートルという特殊な場所である。アルカリに強い耐性があり、pH12.5 という強いアルカリ環境でも増殖できる。俗名のアルカライフラスはこの性質に由来している。なお、この種が基準種となっているアルカライフラス属は他に A、クロチナトキシダンズと A オーリムランディの2種が知られるが、 これらはそれほど強い高アルカリ菌ではない。ありがとうございます。